哺乳瓶で粉ミルクをお湯で溶き乳首をつけたところ二つの哺乳瓶哺乳瓶を分解したところ乳首の部分哺乳瓶を使用しているところ哺乳瓶とは乳児にミルクを与える際に用いる瓶乳首のついた瓶でミルクを入れて用いる乳児の吸鉄反射を利用した器具だが哺乳瓶は適度な厚さが生じるように設計されておりビニール袋等による代用は難しい 日本の法規上は、哺乳用具という分類で、家庭用品品質表示法の適用対象とされており、雑貨工業品品質表示規定に定めがある。母乳が出にくいまたは出ないとき、乳児の食欲が分泌される母乳の量を上回り、不足が見られるとき、母乳が授乳に適さない状態にある場合、母親が留守の場合等々にミルクを入れて用いられている。 また、あらかじめ搾乳して、冷蔵、冷凍しておいた母乳を授乳するのに使われることもある。また、ミルクだけでなく、乳児に、果汁やお茶を与える場合にも用いる。なお、人のほか家庭のペットや、動物園の動物の子に対して使用することもある。哺乳瓶の発明時期や場所などには、諸説あるが、世界で、同時多発的に生まれたものと考えて差し支えないと思われる。 素材は地域や文化背景により様々で本体部分に竹製、ガラス製などがある。後に軽いプラスチック製が作られた。蒸気機関の発明を主とする19世紀の産業革命と哺乳瓶の発明はほぼ同時期と見られた。これらの要因が重なってわずか百数十年の間に世界人口を4倍にまで引き上げる人口爆発をもたらした。本体は 構造的に主に乳首と瓶に2分される。この本体に蓋がついている。乳首は授乳のための小さな穴がほぼ中央に開いている。瓶は円筒状のものや握りやすいようにへこみをつけたものがある。乳首の素材は天然ゴムとシリコーンが主流である。瓶はガラスもしくはプラスチック製が主流で、いずれも耐熱性があり、消毒して繰り返し使用する。 また外出時や災害時向けに、洗浄や消毒を必要としないポリプロピレン製、使い捨て哺乳瓶も市販されている。飲み残しの洗浄が不十分であると、サルモネラ菌やサカザキ菌などが繁殖して、次回以降の使用時に食中毒や感染症の原因となる恐れがある。このため日本の厚生労働省は、世界保健機関などが策定したガイドラインを都道府県に周知し、 徹底した洗浄による滅菌を求めている。特に夜中において、毎回の念入りな消毒が保護者の負担になっている問題が指摘されている。小児科学や助産学の専門家でも、特に乳児の免疫力が高まる、生後3ヶ月以降は過度な洗浄は不要という意見もある。哺乳瓶専用の保温器がある。東京都の調査によれば、ジア塩素酸、ナトリウム水溶液を 水晶使用濃度では使う限りは、ビスフェノール A の溶出に影響を及ぼさないとしているが、洗浄時の進みが不十分で、酸素系漂白洗浄剤及び食器洗浄機用、洗浄剤が残り付着したものを加熱、乾燥すると、ビスフェノール A の溶出量が増加することが判明したため、アルカリ性洗浄剤の使用は避けるべきとしている。また、洗浄前に、 固着したミルク分の完全除去を推奨している。ABC、妊産婦、乳幼児を守る、災害対策ガイドライン。東京都福祉保健局。2019年6月7日閲覧。雑貨工業品品質表示規定。消費者庁。2013年5月23日閲覧。AB 以上分類定義カード特許庁。哺乳瓶から、すべての医療製品名引くか。 www.medicalexpo.com2020 年4月16日閲覧。哺乳瓶の消毒本当に必要夜中も、毎回、しんどい洗剤だけでも、近所居飲み残しは注意。朝日新聞夕刊2019年1月28日2019年3月5日、閲覧。ポリカーボネート製哺乳瓶からのビスフェノール A の 洋室に及ぼすアルカリ性洗浄剤の影響、東京都立衛生研究所研究年報に専念。ありがとうございます。